軌道上の地球離脱ステージ、アルタイルとオリオも乗せている地球離脱ステージは NASA の計画したロケットの段階。アレス V によって打ち上げる上段部分の設計計画であり、コンスティレーション計画の一環としてマーシャル宇宙飛行センターで設計された。地球離脱ステージは液体酸素、液体水素の J-2X エンジンによって推進され、 飛行方法は1968年から72年にかけてアポロを月まで運んだサターン V ロケットの SE 部部に類似している。月面有人探査のための基本アーキテクチャとして検討されている。もともとはスペースシャトルのスペースシャトルがイブ燃料タンクを基礎にしており、地球離脱ステージは2機の J-2X エンジンを使う予定であり、 アレス V のコアブースターには飛行の最初の8分で5台のスムと2台の SSSRB を使う予定であった。アレス V がデルタ4の E ラブに使われている5台の RS-68 を使う形式に再設計されたため、地球離脱ステージも一機の J-2X と一般的な隔壁を使う形に再設計され、現在のデザインとなった。その後下段も、 RS-68 エンジンは6個に変化している。地球離脱ステージは s イブ部の単なる大型化とも見ることができるが、向上した推進剤貯蔵技術と電力用のソーラーパネルやロイタースカート技術によってオンサイトストレージの能力は4日に及んでおり、いくらか s イブ部にできない仕事ができる。地球離脱ステージの計画図アレズによって、 打ち上げられる予定で、アレス V の下段が、待機中で燃え尽きて6機の RS-68 とアレス V のコアが切り離されるまでは、地球離脱ステージ自体は、活動を行わない。下段ロケットを使い切った後、船内ステージングとアルレージモーターを使って分離すると、J-2X エンジンに着火し100%の力で、アルタイルと共に低軌道へと向かう。その後は低軌道置にどまり、 別に打ち上げられる4人の宇宙飛行士とオリオンの到着を待つ。オリオンがアルタイルとドッキングしてシステムチェックがされた後、ロイタースカートを放棄し、再び J-2X エンジンに点火して80%の水力で月遷移軌道に向かう。S イブブのアポロ宇宙船に乗った宇宙飛行士は進行方向に面していたが、地球離脱ステージでは、 進行方向と反対のロケットの方向を見ることになる。この四角外に進行方向が来る飛行方法は提案されていたが行われることのなかった有人近世フライバーへの飛行計画に似ている。ガツ繊維軌道への投入が成功すると地球離脱ステージは閉鎖されて切り離される。切り離されたロケットは太陽周回軌道に向けて放出される他に故意に 月の表面へ衝突させ科学者の有人飛行や無人探査機などで月表面に置かれた高感度な地震計による月の地質の測定をする計画もある。地球離脱ステージはオリオンやアルダイルの月の極域への移動や植民に第一に使われるほか地球近傍小惑星へのオリオン小惑星ミッションや 太陽地球系の L2 点への8メートルから16メートルの技術向上が多大型宇宙望遠鏡の打ち上げが可能である。さらに地球離脱ステージ地震やその派生型が最終的に2030年の火星探査計画に使われるとされていた。ありがとうございます。